んばんは。ボーナスタイムやってるよ、勝負に出よう。はい、こんばんは。 AKB48 ハッピョンこと橋本春奈です。ありがとう、自己紹介してくれて。自己紹介してくれました。端末がちょっと音でかすぎ、怒られる。こんばんは。これさ、違う、なんだっけ、本気ですよ。本気ですよ。あ、今日とあるなんかいい話のメール送ろうと思ったのに忘れてた。やらかし。明日送るね。完全に忘れてた。さあ、ちょっと、あれ出せてなかった。出したと思ったのに。こんばんは。マクミックさん、やっちんさん、ハートありがとうございます。オーテックさん、オリビエさん、なんかいっぱい銃が届いてた。ありがとう。銃いっぱい。10周年。今日何ゲーム回しました？だって。え、そんなわかんない。ずっとこうやってる。本当に。ずっとこういう状態。今日、朝7時半ぐらいに起きて。マジで無限ループ。マジで無限ループすぎる。デッキに前の推しが消えなくて、だって単押しにできますか？だって皆さんとどう、え、どういうことなんだろう。単押しにできなくて、私のカードをまずセットできますか？コレクションのところから、もう見ずにも言える、もう普通にドボンプレイしながら言えるんですけど、コレクションのところからまず結構下の方、50音順、加入基準の50音順になってるので、橋本春菜をそっからちょっと探していただいて、でその橋本春菜のところを押して、でそのデッキにセットしたいカードを押すんですよ。でそしたら下の方になんかマイデッキにカードをセットするみたいな緑色のボタンが出てくるので、それを押したらまず1枚デッキにカードが追加されるんですね。でそれをシークレット UR SR
なんだっけ。SR シークレット UR SR R N の5つともハルピョンでこうセットしていただけるとバッチシ。もっと楽なのはあの1枚ハルピョンのやつを選んでしたら、このデッキが書いてあるやつのこの上の方になんかおすすめみたいなのあるんです。お任せで選ぶみたいな、そのお任せで選ぶのところから特攻値っていうやつをタップしたら、その皆さんが持ってるカードの中の一番強い特攻値のカードをセットできます。はい、だからよりハルピョンの力になれます。嬉しいっていう感じ。それで多分推しメンが、推しメンがって言うとあれ、元推しメンがカードからいなくなると思う、デッキからいなくなると思います。メリーさんハートありがとうございます。ピョンズ同士でドボンチャンスが来た時はどうするべき、あもうしちゃいましょう。しちゃいましょう。なんかゴールデンベッドタイムに回してて絶対にこの人圧倒的にハート10個かけてるやんとか分かるんだったらいいんですけど、分かんないんでもうしましょう。はい、一回でも多くみんなが回してる方が、まあもちろんなんか特攻値がとかあるんですよ、特攻値が上の方の方がとかハートを何個かけてるかとかにもよるんですけど、もうなんかむずいんです。そんなことを言ってると、そうだからもうしちゃう。それで他の方にドボンされるより、そう一人でもピョンズが多くドボンした方がいいと思うのでしましょう。てか前の昔のドボンイベント、ドボンライブの、ドボンライブだけじゃないけどドボンをやってる時よりもなんか私の心が広くなった気がします。すごいなんかもうどんだけドロー3が来てももういいやと思って、早く早く回したいから、もう怒ってる余裕もないみたいな、逆に。そう、怒る暇もない、もうもう次の試合に早く行きたいみたいな気持ちになっているので、そうもう早く行かせてくれっていう、そうもう上がるんなら早く上がってくれみたいな気持ちになってる。アシュラさんクマありがとう、ジュクマかわいい。そうですね、もうなんか これに怒るのもとか言うとあれなんですけど、なんか子供だったなって。ハルピョン UR1 枚しか、あそういうこと、私のカードが1枚しか持ってないってこと、なるほどね。前回あれ一押しガチャ引けなかったか、コイン的な問題かな、引けなかったのか。だとしたらもうその推し面消せると思うんですけど、まあ、その推し面元推し面が今回のライブに別になんていうの、参加不参加ですみたいな感じのメンバーだったら全然入れといていただいていいんですけど、もしも参加してますみたいな、なんか本気ですみたいな感じだと、ちょっとハルピョンちゃんのねちょっと
ハーピョンちゃんを危ぶむ存在になっちゃうんじゃないかなって思うのでそうだったらなんか今回の多分消せるとは思うんですけど、でも今回のそのなんていうのライブに出演しないメンバーのカードをセットするとか、いや多分消せますよ、多分そのそこの方をまず押して、でその方のそのカードを押したらデッキから削除するみたいなボタンも多分あると思うんですよ。そう、全く同じボタンを押したら、全く同じカードのボタンを押したらデッキから削除できると思うんですけど、でもなんかその同じカード探すのもめんどくさいじゃないですかそうだからだったらもう今回のあれには関係ないメンバーのカードをデッキにセットしちゃうとかの方が楽な気がする。そうなんかあるんでしょ、20人分やったらコインがいっぱいもらえるとかあるんでしょ、ファンの皆さんの中にはそうだからそれはもう、一番楽なのは本当ヒョボンライブに参加しないメンバーのカードをデッキに入れちゃう、私のカードがない場合ね、あったらもう そのカードを入れてほしいんですけど、そうない場合はもうどのカードだっけってなるのめんどいじゃん、めんどくさいことはやらない主義なのでもうそれでいきましょう。なんか今日後でツイッターにも書こうと思ってるんですけど、今日か明日か、そうあのファンの皆さんというかこのなんていうの、今回ドボンライブになんか力をかけてないメンバーさんとか他にもそのまあもう卒業しちゃったメンバーさんとか、このドボンライブに不参加ですって言ってるメンバーさんのファンの方、まあやっぱドボンをめっちゃやってるのでよく当たるファンの方の名前とカードとかは結構覚えてたんですよ。そうでもそういう方がまあいるじゃないですかそうでそういう方々がなんか私のカードでやってくださったりとかしてる方がいて、なんかすごく嬉しいというか、なんかこうこれまでは敵として敵じゃないけどなんて言うんだろう、なんかねまあ敵言うたら敵じゃないですか、ライバルとしてこう戦い合ってきたファンの皆さんがこうなんて言うんだろう、今回のこれに参加し推しメンが参加しないからとか、もう元々の推しが卒業しちゃったからとかっていう方がこうなんていう私のカードにしてくださってて嬉しいです、まあ、よく見るよく配信で見る人とかも全然なんか違う推しメンのカードの人もいるんですけどそうあそのあこのメンバー卒業したから私に配信とかも来てくれてるから私に来るのかなと思ったらそうじゃないんだみたいな、あ別にも推しがいるんやみたいなのもあるんですけど、そうでも結構それ以上にこう今回はハルピョン推しなのか分かんないけどそう言ってくださる方が多くてっていうか、そうやってカードデッキにつけてくださってる方が多くて嬉しい、ありがとうございます。
っちゃ当たってるとね覚えちゃうんです、あこの人みたいなそう覚えるんですよ、コメント変えよう。だから覚えちゃう。全くハルピョンと当たらない。私今日一生やってたよ当たってお願いお願い、私今日マジで一生やってたんだから本当に本当にドラマ見ながら今日一生やってた。ハルピョンの8達成率の伸び一生やってるからだもう本当に。いや8、私は今回8では目指してなくって、普通にこう頑張りたいなっていうので頑張ってるんですけど、なんか回数が増えるじゃないですか。そうだから回数が増えちゃうから、どうしてもドボンをやる、どうしても8がいっぱい出ちゃう。そう申し訳ない申し訳ない全然。でも別にあれですからね、その私の繰り上がり1位とかになるので、そう私がどんだけやっててめっちゃ8やってても別にその私が例えば1位か2位になっちゃったとしても3位か4位のメンバーがいけるので、はい安心してください。あやねちゃんと対戦した、そしたらあやねちゃんがドボン本気ですの人と対戦しましたって X 上げてくれてたそういいねしといた。こんにちはドボン本気ですです。3位に京香ちゃんはなんでやってるなんでやってるのとか、普通に盛り上げようとやってくれてるのかもしれないけど、そうあれライブ参加しないよね、めっちゃ当たるんですよ私。そうめっちゃ当たるのあれみたいな出ないってなってるよねみたいなすごい謎が謎を生んでます先月も何回か当たったし、そうなんかバンバン系が好きなのかと思ってた。結構あれじゃない、バンバン系じゃない。あひななさんは昨日一緒にやってたんですけど、ひななさんは盛り上げるって言ってました。そうできる、そのめっちゃやるわけじゃないけど、でも普通にやっぱ同志として盛り上げるみたいな感じで言ってくださってて、いや当たりたい当たりたいなって思ってます。そうでもめっちゃそんなめっちゃ見てたわけじゃないから、なんでだろうみたいなそうなんかバン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 みたいな対戦すごいドーンみたいなのが好きなんだと思ってたから、そうほのぼのドボン好きなんだみたいな。びっくり。いや違うんですよ、ライブに出れるならっていうのもある
な、むずいな。ライブに出れるなんて言ったらいいんですか。私だったら多分やってない。私だったら多分今月やってないと思う。うん、みんな頑張れって気持ちに。もしもね、同じその境遇だったら。そう、なんかめっちゃ当たるからめっちゃ謎。まあ全然やることはね、いいことなので、別にやらないことが悪いことって言ってるわけじゃないんですけど、ドボン楽しいよって感じなので、私的には全然あれなんですけど。そう、いやそうね、私がもしもその同じ境遇だったらっていう感じ。鉄道ネイトさん、母さん、ハートありがとうございます。そう、今月はやりますよ、いっぱい。今月はいっぱいやります。前半はいっぱいできそう。後半はちょっと厳しそう。中盤が厳しそう。後半はちょっと今わかんない、まだ。中盤が厳しそう。ホテちゃんね、よく当たる。確かに。いやー、今日昨日あったいいお話、今日メールで送りたかったな、忘れてたな完全に、ごめん。明日絶対送る。ドボン、メグさんと対戦して嬉しい。なんかこうメグさんが一日限りの頑張るじゃなかったのが嬉しい。ね、対戦できたらめっちゃスタンプしよう。いただいたお仕事のなんか嬉しいお知らせとかじゃなくて、普通にただただいいお話があって、素敵な、なんかピョンズは「はるぴょんよかったね」ってなってくれるお話があって、だからそれを早くメールで伝えたい。そう、なんかもうちょっとだけ皆さん知ってる人もいると思うんですけど、あ、これ今の話とは別ね、知ってる人もいると思うんですけど、なんかまだ公式では正式に出てないんで、ちょっと喋っていいのか分かんないんですけど、でも11月5日だっけ、多分5日日曜日の夕方1個楽しみにしててください。まあ、もう分かってる人は全然コメント欄に書いていただいて、ちょっとなんか公式で発表されてるわけじゃないので、そうあれなんですけど、え、全然皆さん言ってください。はい、なんか私から なんていうの、大っぴらにゴーンって、まあもう発表はされてるんですけどね、普通に。
まあ、普通に出てるんですけどね、情報は。どうぞどうぞとか言ってどうぞコメント欄に皆さん書いてください。知らない方にも伝えてください、コメント欄で。ぜひ。いけ、ドバイしちゃえ、ドバイしちゃえ。今月はちょっとショールーム配信全体的に短め少なめになるかなって感じ。そう、やっぱドボンをガチで頑張るぞって気持ちだし、今月はね、なので、まあ毎日はします、確実に。そう、これちょっと昨日ウィーバースで先に言ったんだけど、毎日は絶対にするので、毎日は見てほしいし、できるなら私もそのボーナスタイムの間にみんなとみんなそのドボン配信みたいなことをやることによってみんなの士気が高まるんじゃないかなと思うのでそう、一応そういうなんていうできるのであればそういう感じでやっていこうとは思っているんですけれども、でもマジで基本的にはちょっとドボン中心の生活になってしまうかなっていう感じなので、よろしくお願いします。コロパックルさん、ハートありがとうございます。配信はでもするんで、また見てきてください。そう、なんかずっとドボン配信してるのも全然ありなんですけど、5時から24時まで、あ、5時はできないから6時から6時から24時まで別にドボン配信するのも全然ありではあるんですけれども、そうなってしまうとこうハルピョンとこう対戦するぞってこう時間合わせしに来てくれる、音合わせしに来てくださる方も、まあ、増えると思うんですけど、そうなった時に、そしたら一緒に対戦しちゃうと私がこうファンの方にドボンをぶっ放してしまったらそうなんですよ、申し訳ないしポイントも減っちゃうので、いろいろあるんですよ、いろいろあるんですよとか言って、そう、今はピョンズピョンズ誰かの推しだったんですけど、ちゃんと誰かの推しのところに今ドボンぶっ放せてよかったイエーイ、嬉しい。昨日のハルピョンのビギナーが高見菜さんに見えました、嬉しい。これどっかでツイッターもそうだしインスタでも多分言おうとは思ってるんですけど、なんと昨日のビギナーの衣装、てか私高見菜さんのこと大好きなんですけど、昨日のビギナーの衣装なんと高見菜さんのだったんですよ、だからかもしんないうわ、ハーフアップにすればよかったかな、うわやらかしたわ、ストレートハーフアップ、うわやらかしたな。まあでも昨日はちょっと下ろしたい気分だった。そう、高見菜さんの衣装だったの昨日、嬉しい。推しと体型が似てるってほんと幸せだって、推しの衣装を当てていただけるから嬉しい、本当に嬉しい。そう、なんか普段おろしってあんましないじゃないですか私。
そうだからなんかこう卒業公演の時は、まあ、その2曲しか出なかったし、なんかどんだけ汗かいてもいいかなと思ってそうなのでちょっと昨日はストレートおろしと巻きおろしと迷ったんですけど、メグさんがストレートにされてたので、じゃあ私は巻こうと思って巻きおろしにしました。あ、タオちゃん、そうだからなんかここ最近レッスンあるんですよねみたいな言ってたと思うんですけど、なんかみんなが、え、レッスン、何のレッスンみたいな、僕隊出るのみたいなめっちゃ言われたんですけど、僕隊新公演みたいなめっちゃ言われてたんですけど、あの岡田里奈の卒業公演の卒業ブロックのレッスンでした。すいませんなんか期待させてしまったみたいで、タオちゃんが出してくれない暇そうなのでちょっと皆さんはもしかしたらちょっとね期待されたのかもしれないんですけれども、まだまず新公演は本当にマジでまだ何にも曲も決まってるのか知らないけど、曲もこっちには送られてきてないしそうこっちには送られてきてないし、まずあと何も知らない状態です、新公演については。本当にもうなんか握手会でも皆さんになんか、いや本当は知ってるんでしょみたいなめっちゃ聞かれたんですけど、本当に何も始まってない、本当に何も知らない、本当に1ヶ月後にやるんですかみたいなそうあれなので、新公演のレッスンではないです、マジで。で僕隊はもしも出るってなったらなんだっけ、レッスンはないんですよ。そう自分で起こすしか、振りを起こすしかなくって、なので僕隊のレッスンもないです。だからこれから先レッスンがありますって言ったとしても、まあないんですけどないんですけど、でもまあそんな感じ。そうだから僕隊に出るってなったら自分で全部全曲振りを起こさなければいけない。そして新公演はまだ何も始まってない、なので以上以上って感じです。なのでちょっとレッスンって言ってたんで、もしかしたらね公演かみたいな感じでドキドキみたいな思ってくださった方ももしかしたら多いかもしれないんですけど、すいません。岡田里奈の卒業公演でした、はい、一押し力 746% とか少しだけでも橋本さんの登録やれば意味ありますか。マジで意味あります、本当に。しかもそれがプレイしていくごとにどんどん増えていくので、どんどん意味があるようになっていく。もう今やるだけでもめっちゃ意味があるのに、それでプレイしていただければプレイしていただけるほどどんどん力になるので、ぜひ。なんか別に今回推しもやんないしなみたいな、推しやってないしなとか、推しそのあれからないんだよなみたいな、入ってないんだよな名前にとかっていう方はぜひよろしくお願いします。私自身やっぱ今の今月のカードの特攻値を上げるのがやっぱ一番強いんですよ。そう、それでどんどん上に上がっていく方が一番強いので、このボーナスタイムの時間だけはちょっとカード育成をしているので、ちょっとだけ一押し力が最大よりも低いんですけど、
ゴールデンベッドタイムだったり普通の時間とかは私も自分の中での一番一押し力を発揮できるカードで参戦しているので、ぜひ。あ、やばい、バッテリーがありませんって出てきちゃった。ぜひ対戦しましょう。あ、そう、ハルピオンのシャーシークレット出たの。UR はあの前回のランキングのランクアップしちゃった。ずっと37だったのに、ランクがなんかいいこと起こるかなと思ってたのにランクアップしちゃった。そう、報酬 UR、 前回のランキングで入った分のUR を使わせていただいているので、あ、もう全然自然回復しただけ分ですが、もう全然本当だって1日5回はあるってことでしょ。嬉しい、ありがとうございます。そう、 TVer さんで橋本春菜のやってみっちゃの最新版が出ました。イエーイ。書道パフォーマンスに今回は挑戦させていただいておりまして、またいつか見ましょう。今日ではない。あと昨日あの岡田里奈の卒業公演に出たので、あの皆さんがね、今私でもハルピオンにプレゼント届かないと思うけど送っといたよって握手会の時に言ってくださったものがハルピョンの手元に届きましたので、またそれも開封するのと、確かに最近聞いたよねもまた一緒に見ましょう。3つ溜まってる。でも多分全部ドボンしながら見たりやったりするからちょっとなんか片手間感半端なくなっちゃうかもしれないんですけど、全部に全力でやっていきたいと思っているので、またそれも一緒に見てください。今日もメール送りながらドボンしてた。あと基本的にはなんかピョンズがこういてくれると、配信じゃないや、何でしたっけ、これにドボンにピョンズがいてくれると、スタンプをめっちゃ押せるんですけど、そう、でもなんていうんですか、私のファンの方以外の方で、ま、もちろんねスタンプめっちゃ押してくださる方もいるんですけど、スタンプ全然なんかみんな無反応やんみたいな回あるじゃないですかそういう回の時とかにメール書いたりとか、あとはポコポコLINE ポコポコやったりしてますもうドボンももちろんこっちでやりながらね、音を大きくして自分の番になったらカード出すぐらいの気持ちでドボンやりながらそう、ゲームしながらゲームしてる。シーンってしてる回やめて。あー、上がれたのに最悪。ハートありがとう。最悪、ハートって言ったらこの人から来た。ああ、ドロー3、誰のファン誰のファンとか言って、ひどい。ドボンは普段スマホ、いや違います、ドボンは iPad でやってます。
じゃあ、そう、これ用に買いました。ドボン用に。まあそれ以外でももちろん使ってはいるんですけど、そう。でも iPad を一番買った一番の理由はマジでドボンのため。うん。それ以外にも結局ドボンのカード書きとかカード名前書きとかのためなので、ほとんど、まあ、ほぼドボンばっかりで使われてるんですけど、でも振り前見たりとかもめっちゃ、これ画面大きいので携帯よりめっちゃ見やすい、だから買ってます。あ、買ってますじゃない、買いました。仕事用、仕事用とか言って、本当 iPad はでも仕事用。ドバン今から参戦してもハルピョンの手助けになれますか？はい、まだ始まったばっかり。あと1ヶ月あります。てか11月なんですね今日。やばい。あと1ヶ月でさ、あ、2ヶ月か。2023年が終わってしまう。うさぎ年が終わっちゃう。あ、今日うさぎのパーカー着てる。見て、かわいい。やばい。やばくない？私年女なんだけど来年。え？12歳だっけ？ああ、年女なんですよ。やば。今年早すぎ。それな、今年私何してた？でも結構年始から、え、なんか待ってまださ11月始まったばっかなのにさ、なんかあれしようとしてる。違う違う、振り返ろうとしてる。やばいやばいまだ早いまだ早い。でも本当年始から忙しくさせていただいて、ハルピョンはドボン何時まで？24時までしかできないんですよ。そう、24時までしかできない。24時ってか23時59分、24時になったらできなくなっちゃう。そうなの。だからめっちゃ怖い、24時から私ができない時間めっちゃ怖い気持ちでいる。でもなんかオールでできた時とかあったんですよ。そう、朝までいつでもできた時とかあったんですけど、正直その時はもう寝るのも怖すぎて、まあ寝ようはしてたんですけど寝てはいたんですけど、でも寝るのも怖かったです。もうなんか やってないとみたいなそう、もう寝るのも怖くてあ、でも皆さん、そうです、皆さんはあの24時から過ぎて私たちができない時間にやってもポイントはちゃんと入るので、うちらがそのできなくなっちゃうだけなの。そう、ポイントなんかできな、なんかできなくなるの、そういう仕様。作っちゃったルールルール作っちゃった、やりすぎて。
でも本当に寂しくて、こうね、一緒にドボンをずっと頑張ってきた何人ものメンバーの卒業が、卒業というか、まあ、まだ卒業してないメンバーもいますけれども、卒業したメンバーもいれば卒業発表してるメンバーもいるので、こう本当になんかこんなに、なんだろう、もちろんその皆さんとやってるっていう気持ちはすごく強いんですけど、やっぱなんかあの時の他のメンバーとの、なんていうの、頑張ろうねみたいな、大変だけど頑張ろうねみたいな、その団結力、団結力っていうか、なんか通じ合う心みたいなのがちょっと今 ないじゃないですか。だからすごく寂しいです。でもみんなと、みんなにスタートダッシュ頑張ろうねってみんなと言ってたんですけど、本当にスタートダッシュ、まあまだ2日ですけど、スタートダッシュ切れてるんじゃないかなって思っているので、このまま、まだあと 何十日あるんですけど、駆け抜けたいなみたいな気持ちでございます。でも本当こう順位を見てると、14位までの順位を見てると、結構まあ卒業しちゃったっていうのもあるかもしれないんだけど、結構なんか新感覚のドボンライブを見ることができるんじゃないかなっていう気持ちではいますね。なんかこれまでにやっぱいなかったメンバーが、まあ研究生もそうだし、そう、これまでにこう参加できなかったメンバーがこう入っているんじゃないかなって思ってるので、すごいなんかどうなるんだろうっていうドキドキと、ちょっと今回こそは1週間前に振り入れはちょっとやめてほしいなっていう気持ちと、そう、2つです。ちょっとまあね、もしね、今の、まあ、まだまだね、何十日あるのであれなんですけど、全員ピョンズでバーストはもったいないっす。誰だそんなことをしてるのは、ダメだぞプン。うわ、ダイヤにすべきだったか、くそ。そう、だからすごいこれまでとは違ったドボンライブをあやみんだ見られるんじゃないかなとは思いますね。あやみん、あれ決まりましたよね、ファンクラブ、ファンクラブおめでたいと同時にいいなっていう気持ち。何、どうなったらファンクラブって作れるんですかね、話があったらっていう感じだとは思うんですけど、ハラピョンはお話がまだないのでちょっと作れないです。まだまだ、あ、ドボンされる、わかるよね、ドボンされる瞬間って、あの一瞬待つ時間、えっていうかやばい、どんどん
どんどん話が出てくる。っていうか、あの前髪切ったんですけど気づいて。でも全然切ってない、今回は。今回は全然切ってない。いつも切ってくださるメイクさんとは違うメイクさんが、でもこうなんていうの、切る免許は持ってますっていうメイクさんがいらっしゃって、昨日そうちょっと伸びてきてたなと思って切っていただこうと思った、切っていただいたんですけど、まあ長いですよね。でもまあそうしょうがない。やっぱその普段メンバーの前髪を切ることがないから怖いって言ってらっしゃったので、あ本当もうちょっととかで全然大丈夫ですみたいな感じでお願いしたら、本当にちょっとだけ切ってくださいました、うん、そうだから全然切ってない。だからまあ気づかないのも当たり前。ねお腹空いてきた。今日じゃない、切ったの昨日。ピンクさんハートありがとうございます。対戦ありがとう。あこちらこそ、なんかドボンしちゃってすみません。ポイントいただきました、カード使ってくれてありがとう。なんかお腹空いて気持ち悪い。いや全然次のお仕事まで結構なんていうの時間あるんで、全然めっちゃ切っちゃって全然大丈夫ですよって言ったんですけど、やっぱなかなかこう切る機会、もちろん免許は持ってるけど切る機会がないから怖いって言われちゃったんで、じゃあまあ今ちょっと目見えるぐらいで全然大丈夫ですって言って、ちょっと目見えるくらいにしていただきました。そうだから一応ちょっとだけ。ピンクさんハートありがとう。いやなんかこの間さ、私がさその美容院行けるかもって言った時にさ、いや行こう、そう切っていただこうと思ってたのに、あドボンされる、分かっちゃったそうなのに美容室が行けなかった。なんで空いてるって見たのに行けなかった。もう結構嫌になっちゃったそう気持ちいい、テンションが。おもうちょっとで1時間経つ。お腹空いちゃったよ。でもどうせあと寝るだけなんですよ。12時になったら寝るだけだから
別にむずいなお腹は空いてるんですよね。でもよしさん、のぶろうさん、ハートありがとう。直吉さん、ハートありがとう。やばい、ラーメン食べたいってスタンプ打ってる。ねえやめてやめて怒るよ。うちもラーメン食べたい。嬉しいダイヤ、ありがたいダイヤ、やったーダイヤ、ダイヤやったー、上がりー。誰だっけラーメン食べたい、さとみなちゃんだっけ。餃子いいね、食べたいね。てかもう23時なんだ、やばい。本当に今日ドボンしかしてない。ドボンしてドラマ見て終わった今日一日。まあ、仕事だからいいよね別に。あ、23時12分でありがとう。じゃあランキング読もう。もうこの後は寝る準備しながら歯磨いたり着替えたり寝る準備しながらドボンします。そう、これがさ何にもない、何にもないのにドボンをしてたらちょっともっとなんかしろよって怒られるかもしれないけど、ドボンライブだからこれが今めっちゃ大事だからいいんです。11月は11月はしょうがない。今後のために仕事頑張ってる。2月に仕事を増やすために頑張ってます。本当にコンビなんていう一生やってる。ちょっと待ってね。スマホの頭がフラフラしてた。スマホの頭がフラフラした。それではランキングを読みます。いや本当にそう。ドボンのカップリング曲作ってほしい。ドボンのカップリング MV もでも正直もうちょっと前にやってほしかったなって気持ちはある。それがもしもね今やっていただけるんだったらだけど、そうやっていただけることは嬉しいけど、なんて言うんだろう、こう一緒にドボンを頑張ってきた仲間たちが卒業しちゃったから寂しい。
橋本はっていう気持ちでいっぱい。え、絶対これ副赤じゃん。もうなんか数字だけのアカウントとか、数字だけでなんか特攻、特攻じゃないや、何、推し率、推し推し率めっちゃ低いの。もう絶対これ複数アカウント作ってる人やん分かってるんだぞメンバーは新規ですけどハルピョンが大好きでファンになる。嬉しい。何で知ってくれたんだろう。ありがとうございます。あと出してください福赤を作るぐらいならちょっと福赤とバーストにはでも厳しいかもしれない。あ、バーストはどうでもいいけどな、福赤には厳しいかもしれない。ちょっと私ランキング早く出して、出してくれない人にも厳しいランキングいきます。1位鉄道のエイト16、来年年男さん、ありがとうございます。2位高真川さん、ありがとうございます。3位サプライズレバーさん、ありがとうございます。4位、レッドブル KTM オメガアット秋深しさん、秋深し紅染まるもみじかなさん、ありがとうございます。5位 A ダッシュアットピョンズさん、ありがとうございます。6位、くじの大吾さん、ありがとうございます。7位トラックヤロアットゴリさん、ありがとうございます。8位マックミックさん、ありがとうございます。9位てつやとはるぴょん大好きさん、ありがとう、あ、大大大好きだ、ありがとうございます。10位こうきやとはるぴょんの奇跡まであと1回。お、奇跡って何回だっけ、5回だっけ、もうちょっとじゃん。11位直吉さん、ありがとうございます。12位コロポックルさん、ありがとうございます。13位アシュラとドボン、頑張る、頑張ろう、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。まあ、こんな感じで今月は、今月のなんか暇な日はこんな感じで配信していこうかなと思ってます。ちょっとお仕事があったりとか、夜にお仕事があったりとかする日はちょっとこんな感じにはできないかなとは思うんですけど、こんな感じでやっていこうかなってこれから思ってるので、これからってかこの1ヶ月よろしくお願いします。ということで、それではありがとうございました皆さん。またこの後もずっとやってるんで12時まで一緒にぜひ戦いましょう。そしてあ、もうすぐ N がカンストする、嬉しい。そして今日も2日目1位目指して頑張りましょう。それではおやすみなさい。ありがとうございました。またね、バイバイ、おやすみ。